ブースでは自慢の工具はもちろんガルフグッズも販売していますので、皆様ぜひ来てください。そして物販ブース横にはですね、 D1 の車両ガルフ Z のS2000 が止まっていますので、はい、皆様ぜひこちらもチェックしてください。ちょっと今回走らないですよね。そうなんですよ。でもあのカラーのスープラでね、はい、そうなんです。皆様ぜひ応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では5年ぶりですか。どうぞ。変わらないですね、2人はね。よかった。変わらない、すごい天然不思議な、近寄ってはいけない感じがします。お願いします。はい、皆さんおはようございます。ありがとうございます。2017年グッドライドレーシングレースクイーン、グッドライドレディの結城玲沙です。同じくグッドライドレディの佐伯美優です。皆さん、グッドライドタイヤはご存知ですか。世界タイヤメーカートップ10入りに入ります中国のタイヤメーカーです。はい、2017年グッドライドレーシングは D1 グランプリ、そしてフォーミュラー D に参戦します。応援する選手は寺町邦彦選手、藤中学選手です。うん、手紙読むの。あ、違います。泣かせますよ。感動の手紙じゃないです。はい、この感動のオリジナルステッカー、こちらがですね、グッドライドブースに遊びに来ていただきますと、はい、配布してます。ぜひタイヤの展示もありますので、ぜひ遊びに来てください。向こうの有料ゲートの入り口の近くですよね。あ、そうです。はい、旗が立ってます。あの緑の旗を目指して遊びに来てください。はい、と合言葉はグッドラックイズユアライド、ぜひ覚えてください。いや長いなそれ、短くならないですか。じゃあグッドラックで。なったグッドラックイズユアライドです。わかりました。はい、では今日も一日グッドライドレーシングの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではグトイアの皆さん、どうぞ。はい、どうぞ。それ帽子かぶ、今日もかぶれ言われたな。はい、お願いします。皆さん、おはようございます。グトイアエーテル2017の、あ、マイク入ってないんじゃないでしょうか。グトイアエーテル2017の大釣りさです。ピッピって呼んでください。進撃、ありがとうございます。はい、同じくグッドイヤーエンジェル2017の新井司です。せーの、すごいやん。もうどう呼んでって言わんでも呼んでくれてるやん。はい、同じくグッドイヤーエンジェル2017の佐久間静香です。しーちゃんって呼んでください。しーちゃん、すごい、やったやった天真爛漫なピエロ。俺もこんなことやったの。2017年 D1 も今日第2戦です。はい、はい、グッドイヤーレーシングのサポートメンバーで、メンバーの方で予選通過した選手は滝友選手、バイ選手、高橋選手、そして北芝選手、北岡選手の5名が、本日予選通過しましたので、本日も皆さん一緒に応援よろしくお願いします。はい、今日は私たちのコスチュームの説明をしちゃうね。自分が一番不利やのに、なんですんのよ。やめていいよ。なんと、なんで私だけこの短パンなんですか。いいじゃないですか。ねえビンゴさん、なんでなんで私だけスカートじゃないの。この帽子今日もかぶるの。わけがあるんです。ああ、すいません。はい、今年のグッドイヤーエンジェルのテーマは懐かしのバブル。あ、バブルってことな。私はジュリアナ風、そして私はアイドル風、そして私はピエロ風。何なんですか。どうしたどうしたどうした。やばいやばいやばい。ということで、いや、どういうことな。皆さん、私たちと一緒にバブりましょう。いや、でもそんな帽子の時代なかったけど、はい、ありましたっけ。ありました。ごめんなさい、見逃してました。ジャクソンさんです。あ、そ、あ、そうですか。はい、そうなんですか。はい、あ、今ムーンウォークだったんですか、もしかして。そうです、そうです。
すごい、いやいや、そこのカーペットめくらんと置いてあんのちょっと思ってただけで大丈夫ずりずりやるから、はい、はい、じゃあ今日も一日お台場よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあワンリーさん行きましょう。はい、ではどうぞ。皆さん、おはようございます。ワリーガールズのモナモナこと草加モナです。モナモナって呼んでください。あ、呼んでくれました。そして同じくワリーガールズの桜のゆかです。ナノちゃんって呼んでください。ありがとうございます。すごい、地方のアナウンサーに見える。ね、どこのレポートに来たんですか。ちょっと周りのレポートに。すごい、あ、いいよいいよ。すごい、横の相づちが最高にうまいですね。実、あの、光栄です。自信につながります。はい、自信につながる。頑張ってください。はい、私たちが応援するのはカーナンバー9番チームオレンジ末永直人選手、はい、カーナンバー22番 B レーシング手塚選手、おーカーナンバー27番チームオレンジ小橋選手、はい、そしてカーナンバー45番ワンリファットレーシングの畑中選手、はい、そして昨年シリーズチャンピオンを獲得いたしましたカーナンバー87番ワンリファットファイブレーシングの斉藤大吾選手のこの5名の選手を全力で応援してまいります。はい、はい、そしてこの後この奥にワンリバース あるんですけど、左手の奥に10時からトークショーを5人の選手の方をお迎えしてやりますので、ぜひ皆様も遊びに来てください。マナブさんが MC やるんですか。そうですよね、はい、あなたがやればいいのに。私、はい、あ、ちょっとマナブさんに申し訳ない。マナブさんの横で相づち打ってほしいです。あ、本当ですか、うん、じゃあちょっとお願いしてきます、ね、素晴らしい相づちです。お願いします。いいですね。はい、それでは皆さん、私たちと一緒に最後までチームの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ワンリポーズやっとく。せっかくだからこれワンリポーズ考えたんでやってください。そんな唐突にワンリポーズって なんとかみたいな掛け声ないんかい。せーの、ワンリーワンリー今作ったやろ。そうですね。え、そうですね、そうです、そうです、適応能力すごい高いから。あ、なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとスタッフにマイク預けて、この線ぐらいまで、あ、ピエロですよ、めくらないでね、これ、はい、この線ぐらいまで前出てください。はい、あ、その線の前ぐらい、あ、ごめん。はい、では写真撮影タイムスタート。ショートアップ。あ、だいたい1分ぐらいですね、写真撮影タイム。この後まだ第2部があります。はい、あと30秒。あと20秒。ママ探し行くか。はい、10秒前。5秒前。4、3、2、1。終了です。ありがとうございました。はい、じゃあワンリーの方から降りてください。ナノちゃん。あ、ピエロ、ピエロ大丈夫ですか。第2部の皆さん用意してくださいね。はい、それでは第2部の皆さん上がってきてください。はい、どうぞ。変なチームだ、変なチームが、あわわわわわわわ、あの子も来たな、怖い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 、あ、怖い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 。はい、エクセリーさんからじゃあ真ん中で。あ、怖い怖い怖いチームがいっぱいいる、ここ。はい、エクセリーさんどうぞ。
2017エクセディレーシングガールズの有村優香です。ありちゃんって呼んでください。ありがとうございます。ありがとうございました。深井梨央こと梨央すけです。よろしくお願いします。ごめんなさい、聞き間違いですか。え、梨央こと何ですか。梨央すけ。長くなってません。ちょっと昨日考えました。あ、昨日考えたんですか。私たちエクセディレーシングガールズはエクセディ R マジック D1 レーシングのドライバー岩井輝義選手を応援しています。はい。株式会社エクセディはレーシングクラッチの世界的企業です。皆さん、エクセディ R マジック D1 レーシングと私たち2017エクセディレーシングガールズの応援よろしくお願いします。では恒例の掛け声をお願いします。あ、やっとそれやってくれるようになったんですか。はい、アイラブっていうのね、エクセディって言ってください。それでは行きたいと思います。せーの、アイラブエクセディ。ありがとうございます。なんか簡単になりましたね。え、本当ですか。それでいいですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次飛ばしますね。え、やりたい？やりたい？じゃあやろう。ちょっとやで。ちょ、お前は同じチームなんか？大切な仲間です。あ、そうなん、ごめんごめん。いや、今まで馴染んでないから。じゃあお願いします。皆さん、私たちは、くる、よく見てください。チーム TNR プロショップウェーブ with アキュームのエースウィンです。はい、2017年のアキュームガールあややセスターズ with マニアです。はい、なんで with にしたんや。よろしくお願いします。 なんでお前 with になってまで来たんや。大事な先輩だから。あ、そうなの。はい、もうあやあやシスターだけでええやん。やめてください、大事な先輩です。なんでウィズでも来たんや。自己紹介行かせてください。あ、すいません。はい、あやなこと白石あやなです。あやなんて呼んでください。せーの、あやな。ありがとうございます。真ん中の人がむちゃくちゃうざいです。やめろー。はい、私八木沢あやか、ニックネームはあやか様なので皆様あやか様って呼んでください。これ言わないとダメなんですか。言わなきゃいけません。ダメです。わかりました。はい、せーの。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、どうしよう。魔法かけてないからまだかかってないじゃないですか。じゃあ後でかけます。いや、今かけて、かけて、かけたら言うから。じゃあ、皆さん言いたくなったと思うので、せーので、あやか様言ってください。なぜか今頭にあやか様という文字が来たかもしれない。今だ。せーの。ほら、一人だけ下がったやないか。本当にありがとうございます。はい、以上ですね。マニアさん、マニアさん、なんでやんねんお前。店長まるみです。マリアって呼んでください。だからこいつに魔法かけてくれ。お前やる気あんのかないのか、どっちやねんな。上がってはくんのに。何だろうね。先に出たろ。マリアって呼んでください。せーの。あ、よかったよかった。ありがとうございます。はい、はい、私たちが応援しているのは田中選手の車。田中マーク2と。はい、そして私応援しているのは山口浩二選手の。いや、中だよ。え、中田中田選手です。大失礼しました。お前らもう終わり。やめてやめてやめて。そして山口浩二選手のシルビアです。はい、お前は応援してへんのかい。ごめんなさい、本当に。いいよいいよ、はい、どっちでもそんな変わらへん。もうすぐ、2017年 D1 グランプリシリーズ頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。はい、はい、そして私たちがいつもいる、アキュームブース、どの辺にあるの。はい、有料ブースの方にございます。あ、そうなんや。はい、はい、
あの黒いテントなのですぐ分かると思います、はい、そちらでは、マナピー印のグッズやトートバッグとか、そうですね、はいはいはい、そんなのだったりアキュームのパーカーだったり、そして私たちあややシスターズとアキュームがコラボした限定の T シャツがあとちょっとだけちょっとだけ残ってますので、この極寒の中 T シャツ売れたの？売れました。違うわ、限定10枚やったっけあともうちょっと、もうちょっと、もう少しなんです。そして、私があの手作りで作った頑張って作った、なんだっけ、キーホルダー、エコちゃんのキーホルダーが、キーホルダー、はい、もうちょっと残ってますので、そちらもよかったら見に来てください。めっちゃ頑張って作ったんでよろしくお願いします。お願いします、はい。私たち、レースクイーン歴3年のマニャさん、お前3年もやってんのかよなあ、お前ようやってこれたな。それでセリフも一つもないしやな、はい、マニャさん、マニャ先輩ととんでもねえ先輩だな、レースクイーンデビュー93日目の私たちあややシスターズで3人で頑張りますので、はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、あ、ごめんなさい、待ってください、はい、最後に、ま、投げよ、もうお前ら、アキュームバスに絶対皆さんが来たくなる魔法をかけたいと思います。いや、かかるかな。それでは行きます。せーの、えい、あら、せーの、くるくる、えい、くるくるくる、えい、すいません、すいません、くるくる、えい、すいません、どうもありがとうございました。痛々しすぎ、お前ちゃんとやれ。ほんでこのお前先の方を客に向けるな、お前。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。ぜひ皆さん、すいません、お待たせしました。ちょっと場を荒らしまして、すいません、ちょっと場が荒れてますよね、ごめんなさい。はい、すいません、はい、はい、どうぞ。じゃあ私はちょっと荒れないように気をつけたいと思います。お願いします。いや、普通こんな荒れないです。はい、の D1 ギャルの小田まみなです。よろしくお願いします、はい、と私はレースクイーンデビュー2日目になります。昨日デビューしました。ありがとうございます。3年やってもあかんやつはいるし、はい、いや、いいよいいよいいよ。あ、いいですか。あ、逆、はい、なんかすごいよく見える、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい意味やねん。はい、どうぞどうぞ。はい、ゼスティのタイヤ、ゼスティのタイヤドライバーの日比野選手、はい、上野選手、はい、上尾選手、岩井選手を応援しています、はい。昨日はね、あの単走の決勝の方で上野選手がちょっと最初にバイクラッシュをしてしまって、あ、そうですね、私初めてドリフト見たのにクラッシュ一番最初に見ちゃったんですけど、あのなんと決勝予選にね間に合うようにチームスタッフの人も大変ね頑張っていただいて、あの横浜までね部品を取りに行っていただいて、はい、ですごい頑張ったらしいです。でなんと予選では2位で通過していますので、今日は絶対優勝してほしいなと思っています。で今日間違ってますか。いや、でもギリギリ16位で通ったはずよ。え、本当ですか、うん、違うじゃないか、昨日教えてもらったのに。やばい、2つ連続場が割れている。すいません、ゼスティノさん違いました。やばい、2つ連続、はい、どうぞ、はい、次お願いします。ちょっと本当俺そんなにギャラもらってないやから、すいません。頑張ってくれるみんな。今日は、まあ、全く関係ないんですけど、今日はすごい、あ、関係ない話してみてください。今日はすごい、あの昨日と違って暖かいので、ああ、昨日ずっとこもってたんですけど中で、今日はちょっと暖かいので外に出て、あの孤独なんでみんなに構ってもらおうかなって思っていますので、そうですね、写真撮ってもらいましょう。はい、はい、お願いします。一、はい、人なんでぜひブースの方にも遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。で、はい、あの一応最後にあのゼスティのタイヤドライバーさんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では続いていきましょう。はい、どうぞ。皆さんおはようございます。私たちはパシフィックレーシングチームの新ユニット、ドリフトドリーマーズです。ドリーマーズ、ドリーマーズです。リーダーの有馬奈々です。なあちゃんって呼んでください。呼んでくれた。新人の藤崎ゆりかです。リリーって呼んでください。
呼んでくれた。平原まなかです。マナピーって呼んでください。マナピー？マナピーなの？ここにもマナピーがいた。はい、磯川千代です。チーコロって呼んでください。チーコロ。チーコロです。何その名前？可愛いでしょ。チーコロ。チーコロです。変な名前。はい、どうぞ。スピックレーシングチームダーノップは今年も人気アニメガールズ&パンツァーとタイアップを取りまして D1 グランプリに参戦いたします。はい、ドライバーは昨シーズン2回優勝している村山智弘選手、はい、そしてノムケンこと野村健選手です。はい、マナピー頑張って。マナピー昨日のラウンド1、ラウンド2で、まあ、惜しくも予選突破なりません。今日がラウンド2で、あ、予選ね、はいはい、予選突破しませんでしたが、はい、次の筑波では必ず活躍してくれることを信じています。よ、信じようぜ。はい、そしてまた両選手ともにガルパン仕様の車体となっておりますので、はい、皆さん車両のカラーリングにもご注目ください。はい、そして中日本自動車大学、中日本自動車短期大学ブースでは、はい、ガルカン、ガルパン、ガルカン、ごめんなさい、ガルカンみたいな時ガルパンコラボグッズも販売しております。はい、今シーズンも私たちと共にチームの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、では続いて、はい、リクセルさん行きましょう。はい、どうぞ。皆さん、おはようございます。リクセルガールズ2017の宮瀬奈々美です。同じくリクセルガールズ2017の美子です。皆さんが普段乗っている車にもブレーキはついていますよね。絶対ついてる、絶対についている。じゃあ前振り大事だ。そのディクセルはブレーキパッドとブレーキディスクを専門に企画、開発、販売を行っている会社です。はい、D1 車両やレース車両だけでなく、皆さんが普段乗っているファミリーカーやスポーツカー、軽自動車のブレーキもあるんですよ。使ってる人、知ってる人いますか？はい、ありがとうございます。よう今の質問の仕方で答えてくれたね。皆さん、買ってください。はい、はい、そんな私たちがサポートするのはチームディクセルウィズ東洋タイヤのうっちーこと宇都宮明典選手をはじめ、横井正史選手、宮島明選手、田所義文選手、田中誠美選手、末永直人選手、小橋正則選手、惜しかったな、活躍しています。惜しかったな。昨日2位ですよ、昨日2位。2位知らんの。嘘でしょ。わーおーしーってでも、はい、またディクセルのピットではディクセルステッカーやを配っているのですいません、ディクセルステッカーを配っているので、はい、皆さんピットに選手と私たちに会いに来てくださいね。はい、一生懸命盛り上げていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では最後行きましょう。怖い、真ん中の子怖い。お願いします。皆さん、おはようございます。私たち18ガールズです。やばい、怖い、真ん中の子が怖い。合ってんのそれで、ね、何なの今のは。何、大丈夫？え、大丈夫です。大丈夫なんですか？うまくいってるんですか？まだ本当やる、うん、練習通り。キョロキョロしすぎ。私たちが応援するのはチーム広島トヨタウィズドルーピーです。ゼッケン33号車林和樹選手です。マシンは FT86 型、タイヤはリレッタです。そしてゼッケン99号車松川和也選手です。こちらマシンは E85 型、タイヤは同じくリレッタです。
そして監督はモヒカンこと我らの松岡監督です。予選結果は松川選手が見事10位で決勝に進むことができました。はい。そして林選手は惜しくも予選敗退となってしまいましたが、次回は絶対に活躍するので応援よろしくお願いいたします。そしてメインスポンサーであるチーム広島トヨタは昨年で80周年を迎えております。はい。これからも応援よろしくお願いします。はい。それでは私たち18ガンズの紹介です。はよせ。桜井遥です。ハルピンで呼んでください。立花のりえです。のりえピーって呼んでください。やってよかな。面白くない。さてアイアム。いらない。すいません。大丈夫ですか。大丈夫。神山由美です。ちょっと待ってください。今のシャテアヤム500円ってのは何ですか。なんか美味しそうだな。嘘でしょ。はい、皆さん、いや自己紹介で名前言うのにシャテアヤムっていう名前かと思うじゃないですか。何ですかそれは。インドネシアの焼き鳥。え、500円安い。何宣伝させてんねん。名前ないで、名前言ってポリポリやながら名前。神山由美です。ユーミャンって呼んでください。まずは、飯田美穂と、